今日は2年前に天皇杯で 1-0 で負けたヴァンフォーレ甲府雪辱戦です。ヴァンフォーレ甲府の皆さん、いろいろ大変お世話になっておりますが、今日は申し訳ございません、勝たせていただきます。Thank you.